ある朝、僕たちはラーマン首相の私邸に押しかけた。奥さんと下のお嬢さん、この上にもうお嫁に行ったお嬢さんがいる。ラッセル坊やと学科大学生で戦争中は銃を取って戦ったカマール君、この二人の真ん中にもう一人の息子さんがいる。他人の食卓を云々する非礼をあえて無視して言おう。ラーマン邸の朝ごはんはご覧の通り質素なものだった。おそらくは世界中のどの国の首相の家庭の朝ごはんよりも。